どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。毎週土曜日日テレ夜10時スタート、新空港選挙、第9話を視聴したので、その視聴直後の感想考察ドラ、動画となりますということで、はい、よろしくお願いいたします。ということで、皆さん見ましたでしょうか？新空港選挙、いよいよ大詰め、次回が最終回なんですね。というわけで、全10話で終わりということなんでしょうかね。はい。いや、まあ、いろんなことがね、分かってきまして、僕も散々今までね、チャラい、いい加減な考察を繰り広げてきたわけですけど、まあ、当たりませんね。本当に、ごめんなさい。だけどね、まだちょっとね、まだ僕の考察が、間違っているともまだ言えない状態なんですね。で、今回またね、まあ、結局、このドラマの最終的な謎って何かっていうと、まあ、山猫の正体ですね。今回第9話では、山猫の正体は結局明かされませんでした。まだ山猫の正体は、謎のままということで、次回、ついに正体が明かされるはずなんですよ。で、予告編ちょっと見たんですけども、主人公の武蔵がですね、嘘だろうみたいな、もうなんかね、ラストとんでもない、テロップが出てきて、ラストで誰も信じられなくなるみたいなことが書いてあったんですけど、いや、なんかね、とんでもない大どんでん返しを仕組んでくるっていうことで、まあ、今回もね、まずいろいろ分かったことがあります。まず一番大きなのは、まず健一がどうなったのか、あと M プロジェクトですね。山猫がこの新空港、神奈川新空港を建設した本当の理由は何だったのか、M プロジェクトとは何だったのかっていうことが、この第9話で、今回判明します。で、まずね、健一なんですけど、やっぱりね、健一に関してはですね、お姉ちゃん、双葉ですね。まあ、双葉にとって健一はお兄ちゃんになるわけですよね。だから健一の方がお兄ちゃん、健一の方が双葉よりも、年上ってことになるんですかね。彼はですね、横浜市役所の土木課の職員を務めていました。職員を務めていたんですね。で、まあ、結局、この健一がですね、なんで失踪してしまったのかっていうのは、まあ、警察ですね、まあ、市役所の方にいろいろ調べた結果、まあ、うつだとか、双極性障害って書いてあったかな。双極性障害っていうのは、躁うつ病ですね。かなりこう、仕事のストレスがあまりにも大きくて、まあ、精神をね、ちょっと病んでしまったと。で、双極性というのは、躁うつがひどくなってしまって、そのまま失踪して、まあ、おそらく自殺しているのではないかということで、警察はそういう報告書を作っているんですよ。で、実際に、武蔵たちは、この睦建設、ごめんなさい、睦建設じゃない、市役所の土木課職員に調べに行くわけですよね。でも、どうもその当時の、担当者から話を聞くと、そんなね、健一、お兄ちゃんの健一が、そんなこう、うつを発症してたとか、パワハラがあったとか、ストレスがひどすぎて、こう、精神的に病んじゃったっていう証言は誰もしていないっていうわけですよ。つまり、警察が嘘の報告を作った、嘘の報告書を作ったってことになるわけですよね。はい。まあ、だけどさ、それ、なんで今更そんなことを知ってるのね。っていうか、武蔵知らなかったの？ 三郎もお姉ちゃんも。だって自分たちのお兄ちゃんがそんなことになったら、当時、まあ、少なくともまだ三郎はね、まあ、幼かったかもしれない、幼いから分かんなかったかもしれないけど、まあ、双葉は真っ先に土木課の職員のとこ調べに行きますよね。で、うつだとかそんなのってねえ、そういう報告、いやいや、そんなパワハラとかうつとかそんななかったですよって報告を真っ先に受けているはずだし、三郎だって、まあ、ある程度年齢いったら、やっぱちょっとお兄ちゃんの失踪を調べてたでしょうから、土木課の職員ね、土木課から話は聞いたと思うんで、警察が嘘の報告書を作っているっていうのは、なんか知らないのってね、知ってるべきだと思うんですけど、調べなかったんですかね。ただね、ここもちょっと僕は、この山猫の正体を語るにあたって、
ここもね、実は大きなポイントだとなんとなく思ってる。これちゃんとそこをこの矛盾点ですよね。双葉がたちがそのことを調べなかったのか、まあ三郎は調べないかもしれないけど、双葉はね、当時の土木家の人たちから話を聞いて、でなおかつそれが警察の報告と食い違ってるっていうのは、まあ、把握してると思うんですけどね。だけどそのことを三郎とかには言わないっていうか、誰にも言ってない感じですよね。はい。でじゃあ彼の身に、健一、お兄ちゃん健一の身に何が起きていたかっていうと、まあ、彼はこの土木課の職員で、当時陸奥建設ですよね、山猫陸奥哲夫が、まあ、山猫と名乗る陸奥哲夫が会長を務めていた、陸奥建設の、道路建設に関わっていたんですね。その道路建設には、こちらの北見も当時、関わっていたということで、まあなんとなく察しがつくと思うんですけど、まあ、行政とゼネコンというとね、まあ利権ですよね、まあ、不正ですよ、利権の不正を、があって、それを突き止めた健一がですね、その会長の、陸奥建設会長の、この不正を告発しようとしていたわけですよ。でそのことをですね、まあこの双葉の今回は双葉の嘘というか罪というか、健一に何があったのか、健一に何があったのかを、告白しろ、自白しろってことを言う、まあ要求されてるわけですよ。そうしないと、武蔵の頭についたヘッドホンが爆発するぞって脅迫を受けて、まあ双葉が自白をするわけですね、当時の健一の状態で。双葉はですね、なんと当時北見の秘書をやっていたってことが分かるんですよ。北見でここでつながっていた。いやこれ警察もこれ何ちょっとよく分かんないんだけど、警察はなんで今までそれ分かんなかったのかなっていうね。え北見の、何年か前の秘書に、双葉がいたってことを、なんで警察はそれ突き止めることができなかったのかなっていうね。なんか散々いろいろパソコンとかね、この人たちがパソコンとかを情報分析官が駆使していろいろ突き止めていくのに、なんでこういう肝心なことはね突き止められなかったんだみたいな、ちょっと思うんだけど、ごめん、なんか僕もしかしたらちょっとね、どっかで 見落としてるのかもしれない。この双葉が、北見の、秘書であるってことは、もしかしたら経歴を、あでもそうか、抹消されてた可能性もあるか、経歴をね、抹消されていたって可能性もあるのかな。あだとするとますますちょっとこれまた後でお話しするわけですけども、まあそこら辺もちょっと絡んでくるってことになるのかな。で、まあ双葉がですね、お兄ちゃんを連れてこう北見とね向き合ってるわけ、議員室で北見と向き合った際にですね、彼は健一は、まあ不正をね告発してやるってことを、まあ、言うわけだけど、なんとこの北見がですね、その健一を灰皿で頭で殴りつけて殺しちゃうわけですよね。でその死体を処理して、で双葉にこのことは黙っておけと、お前な幼い妹弟がいるんだろうって、このことは黙っておけっていうことで、これが、武蔵双葉の秘密なんですよね。要するに自分のお兄ちゃんが、殺されたのを見過ごしたと、つまり北見がそのお兄ちゃんを殺して口封じしたのを、そのまま黙っていた、まあ、議員の秘書ですから黙っていた、ましてやその幼い、三郎を抱えていたということで、彼のためにも黙っていたという体になってるわけですよね、はい。そして、あとこのね、またねもう一つとんでもない事実がありまして、この北見がですね、当時健一がね、お兄ちゃんである健一が当時付き合っていた女性がいたんですけど、そいつがね、純子って言うんですよね、純子って言うんですけども、なんとそのお兄ちゃん健一と純子の間には、子供がもういて、
お腹の中に子供がいて、純子はその子供を産むんですけど、その子供が駿河ゆづきと、駿河咲でしたっていうことで、つまり、三郎からするとこの二人は姪っ子ですよね。で、二人からすると三郎はおじさんってことになります。まあ血のつながりのあるおじさんってことになるんですね。いや、こんなとこでね、血のつながりがあるんですけど、実は今回ね、もう一つ血のつながりといえばですね、こっちですね、この、岩月なんですけど、この岩月のお姉ちゃんですね。岩月のお姉ちゃんが一体誰かっていうと、実はこの丹波和樹の奥さんだったんですよね。殺されちゃった奥さんが岩月のお姉ちゃんだったということで、はい。ここにもね、ちょっとした血のつながりといいますか、血縁じゃなくて、いわゆるね、親族的なつながりがあるということですね。まあ、お姉ちゃんですね。お姉ちゃんが、だからまあ、丹波の直樹にとっては直樹の、お母さんの、妹ってことになるわけですね。だから、おばちゃんになるのかな、うん、ここにもやっぱりちょっとね、血のつながりがあるということになるわけですね。はい。で、この双葉はですね、その、まあ、健一を殺してしまったわけですよね、北見がね。で、死体も処理したんでしょう。で、純子は、まあ、一人ぼっちになるわけだけども、まあ、健一の、まあ、双葉がね、純子を遠ざけたということで、まあ、それから、この二人の兄弟姉妹は、まあ、苦労してね、その後の人生をやっていくという、ハードモードな人生をくぐり抜けていて、まあ、最終的にはですね、ゆづきが、たどり着いたのは犯罪コンサルタントなんですね。で、この犯罪コンサルタントのとして、まあ、要するに自分で犯罪のプランを立ててそれを売るみたいな仕事なんでしょうね。で、ここでやっとですね、ヤマト、前回の、大病院選挙のヤマトですね、鬼の青鬼のリーダーヤマトとここでつながると、まあ、つまりあれは大病院選挙のプランはこの駿河ゆづきが考え出してプランを練ってそれをヤマトに売ったってことなんですかね。僕は一応そう解釈したんですけども、もし間違っていたらちょっとコメントでおし修正してください。まあ、鬼たちに、当時の鬼たちにプランを売ったっていう解釈でよろしいんですかね。で、あともう一つ、山猫が空港を作った本当の理由、まあ、これがね、よく出てくる M プロジェクトなんですけど、まあ大体こんなんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、僕は軍事施設とかあと核施設とか、ね、地下でなんかやってんだろうなと思ってたら、実はね、地下の方でネオメタンが発見されたと。いわゆるこのネオメタンっていうのは、まあ、存在はしないと思うんですけど、実在はしないんでしょうけど、まあ、いわゆる次世代エネルギーなんですね。ネオメタンがあれば、まあ、今後数百年間は、エネルギー問題が全て解消されるみたいな、そういうすごいエネルギーが、これがネオメタンとして発見されたっていうんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、まあ、例えばね、ロックフェラーとか、まああいったね、石油メジャーっていうんですか、エネルギーメジャーの、アメリカとかそういったヨーロッパのそういった財閥系のね、連中が黙っちゃいないということで、ね、そんなことしたら、そういった連中にこの奪われてしまう、なかったことにされてしまうということで、まあ極秘に開発することをしたわけですね。ネオメタンを生成する、極秘にそのネオメタンを 採掘する、開発をするっていうことにしたっていうことで、その新空港を作ってですね、それをカモフラージュとして、地下で、そのネオメタンを生成するみたいな、それを今回この陸奥建設とかね、この白川とか、まあ、そういった連中が絡んでいるってわけなんですよね。はい。でね、今回結構重要なキーパーソンとして、丸亀陽一っていうのがね、前作あたりから、ちらほら顔を出しているはずなんですけど、なぜかねキーパーソンになると思うんですけど、このね相関図には出てきてないんですよね。時々ほら顔出すじゃないですか。丸亀陽一っていうのは前回ですね、この
武蔵優子が、こうね、まあ大河のお姉さん新見に、あの大河のお姉さんが自殺未遂したんだけど、まあ横浜湾岸病院にね緊急で運ばれてきたんですが、それを差し置いてですね、武蔵優子はその丸亀陽一の手術を優先したことによって、大河のお姉ちゃんは、新見桃花でしたっけ、桃花は死んでしまった。だから大河はね、優子のことをめちゃくちゃ恨んで、優子にこんなひどいことをしているわけなんですけども、その彼女が救った、丸亀陽一っていうのはですね、神奈川新空港促進協議会の会長をやっていて、でなおかつ横浜ベイサイドホテル代表取締役社長なんですね。だから今回ね、ラストの方で大河が、病院、空港を抜け出した、大河たちが向かう先が、横浜ベイサイドホテルってことになるわけですよ。まあそのベイサイドホテルの社長という顔よりは神奈川新空港促進協議会の会長っていうところが大きなポイントで、まあそこからしてね、この丸亀陽一っておっさんが、今回のねキーパーソンになるんじゃないかなと思うんですよ。でそもそもじゃあ丸亀陽一に至るまで、まず80年代に陸奥建設っていうのがね、設立するわけですよ。で初代その会長というか山猫ですよね、このその会長というか社長の陸奥哲夫という人物が山猫と名乗って、まあ政財界でね暗躍していたと。でその山猫の何だろう、この窓口といいますか、仲介人、まあいろんなこの官僚とか、行政とか、大企業との仲介をしていたのが、北見議員。まだ80年代ですから、まあ多分20代30代行くか行かないかの若き日の北見議員がその山猫のある意味この仲介役をやっていたということですね。だけどその山猫である陸奥哲夫は10年前に死んじゃったわけですよ。で、北見がそれをいいことに架空の山猫を作り出して、まあいろいろやってたわけですよね。でその10年前に亡くなった陸奥哲夫が発足したのが、神奈川新空港、促進協議会ということで、今その促進協議会の会長を丸亀陽一が今やっているわけですよね。でこの1月14日ですね、横浜ベイサイドホテル、彼がねあの社長をしている横浜ベイサイドホテルで、まあ、会合が行われる、これ北見がね当時あの第1話かな、ポスターを眺めていたと思うんですけど、なんかこのエネルギー、エネルギーを担うなんちゃら、まあエネルギーの未来を担う、セッションだかなんかそんなねポスターを眺めていたということで、でこれがいわゆる次世代のエネルギーの、まあ、共同あの開発ですよ、電力会社と共同で、研究開発しているみたいなね、そんな内容のもんだったと思うんですけど、それがねおそらくこのそれが、まあ、いわゆる M プロジェクトなんですよ。表向きにはなんかそういうエネルギーを開発してますよみたいに形にはなってるけど、まあ、実際のところは、それが地下で、空港の地下で、行われているってことなんだけど、秘密裏に行われているって言うんだけど、だからそう秘密裏に行われている会合をこんな堂々とポスター貼ってやるのかなっていうね、そこもよくわかんないし、まあ、そもそも結局エネルギー作っちゃえばそのエネルギーはみんなで利用することになるんだから、遅かれ早かれ、石油メジャーとかいった連中にバレると思うし、まあ結局そのエネルギーを使うにあたってどうなんですかね、そんなに簡単にいくもんなんですかね。まあ電気の代わりになる、まあ要は発電の材料に使われるってことですかね。メタンが発電の材料に使われて大元になるみたいなね。まあ今はね原子力とか風力とか火力ですけども、そのネオメタンがこの電力の大元になるね、電力を起こす大元に使われるってことなんですかね。メタンガスですもんね、ガスを電力化するってことですよね、おそらくね。はい、まあそんな感じの、今回まあいろいろとね謎が解けて、まあいろいろありましたね今回はね。もう獣のね、意外とこの
タイガについているタイガについているね、獣がね結構たくさんいたんですよね、セナもそうだし、このホリエもそうだった、カイトもそうだし、あとこのねルミもそうだったしということで、まあ何人かね、獣タイガ側について、でタイガ側についた連中は、今回ですね病院、空港から脱出して今みんなでねベイサイドホテルに向かってるんですけど、まあユズキとサキを除くそれ以外の連中は、警察に確保されてしまいましたね。で感動的だったのはこの丹波がですね、タイガがまあ途中で、タイガの仲間だったこのセナがやっぱり私こっちね、タンバーたちにつくわっていうことで、寝返ったところをじゃあ死ねっていうことで、タイガがね彼女に発砲したんだけど、それをかばったのが、タンバだった、タンバ直樹ね、直樹わーって行くんですけどかばおうとするんだけど、さらにそれをかばったのがお父さんだったと、ね、お父さんが銃弾を浴びてしまったということでね、これなかなか感動的で、まあいいシーンというか泣かせるシーンでしたね。かっこよかったね。平山さんいい役もらえてよかったですね。はい、でまあ結局、タイガについていた獣たちはみんな今外にいるんですけど、まあ、脱出に成功してるんですが、それ以外の連中はね、みんな、警察に今ね、確保されちゃった丹波親子、セナも確保されたのかな、そうだね、セナも確保されてしまいましたね、あと、ここら辺もね、確保、ルミとカイトも確保されちゃったわけですね。タイガについているのは、セナと、まあセナは途中で寝返ったけど、セナと、松永とこの今日この姉妹ですね、浜松姉妹が、タイガについていたということで、まあ結局そこで仲間割れが起こって分断してしまった。でも、ユズキは逃げ出したんですね。ユズキはなんとかこうタイガを止めようと今バイクに乗ってね、タイガを追っているっていうことなんですね。で岩月も、岩月も結局確保されるってことなんですけども、確保されたってことなんですが、まあタイガのね登場によって、この獣たちね、ユズキたちの計画がかなり狂ってしまったというかね、タイガなかなかね、やり手ですよね、コンピューターを乗っ取ってセキュリティゲートを開放して、まあ、それによって、彼がこうセキュリティをね解除してゲートを開いたことによって、サットがね突入していって、まあ、何人かの獣たちがね、確保されてしまった。だけど、タイガたちはですね、残ったこの人質をトラックに乗せて、そのまま今横浜ベイサイドホテルに向かってるわけですよね。まだだから彼らも、無事ではないと。でもちろんですね、そのトラックの中には、優子も、乗っている乗らされているということで、今だから人質になっているのは優子と、双葉ですね。あとこの宇和島、あとこの庭瀬ですか、あとこの三部ですよね、三部っていうか、まあ、北見議員ですねが今この人質になっているような状態です。はい。宇和島もね、怪しいっちゃ怪しいんですけど、で、この今回のこのドラマの最大の謎である山猫が一体誰なのかってことなんだけど、皆さんは誰が山猫だと思いますか？ただちょっとね、ところどころ僕が引っかかったところが、もしかしたら山猫の正体を探るヒントになってるのかなってちょっと思ってて、さっき言ったようにこの健一ですよね、お兄ちゃんの健一が目の前で殺されたんですよね、あれ、北見によって頭をぶん殴られて灰皿で、まあ、死んでるのか生きてるのかちょっとあの時は分かんなかったんですけど、まあ、とりあえずそうやって、存在を抹消されて、それに対して双葉はね何も言わない、
結局まあそれは武蔵を守るためっていうのはあるかもしれないけど、ちょっと自分の兄ちゃんはあんな目に遭わされて、今までずっとそれをね、隠しておくっていうのも、まあ、いくらなんでも不自然ではないのかなっていうのあるし、先ほど言ったようにその警察が、なんで双葉をね、土木課職員っていうことも武蔵も、まあ、双葉もそうですよね、双葉も警察が嘘の報告をしているっていうのも、まあ、結局双葉は把握していたはずなんですかね。つまり把握をしていて黙ってたってことですかね、まあ、要するにこれでっち上げであるってこと、だからまあ警察が嘘の報告を作ったっていうことで、だ警察内部に嘘の報告をできる人間がいたってことですよね。まあ、それはまあ警察にはね、まあ、例えば先、今回の、協議会のね、息がかかっているその丸亀陽一のもとには、警備部部長の、ね、久保田もいましたからね、大久保だったっけ、久保田だったっけ、ね、もういましたから、まあ、警察内部にもね、この偽の報告書を作ることができるっていう人間が、まあ、ちゃんといたってことなんでしょうね。まあ、何にしてもね、やっぱりね、双葉が、お兄ちゃんをあんな目に遭わされて黙っているっていうのもなんかちょっと不自然に思うし、彼女の告白ですよね。で、北見も北見で否定はしてないわけですよね。お前言うんじゃねえよみたいなことは言ってたけども、否定はしていない。だけどこの健一のが北見に 殴られて、まあ、殺されたのか、それとも意識失ったのか分かりません。その後その存在をどのようにされたっていうのはちょっと分かんないんだけど、あくまでも、彼女の告白はあくまでも彼女の証言に過ぎないわけですよね。彼女が本当のことを言ってるとは限らないわけですよ。だけどまあ一応、双葉が、まあ、双葉はこの北見がねお兄ちゃんを亡き者にしたっていう証言を、まあ、駿河たちは、まあ、信じたというか、暴いてやったみたいな感じで、まあ、どうも、双葉の証言に対してこの駿河姉妹は、まあ、一定の納得を得てるわけですよね。自分のお父さんの行く末がどうなったことをし、どうなったのかを知りたいっていうのが、まあ、彼女たちの目的ですから、まあ、実際この双葉の目の前で、まあ、北見議員によってこれ殺されたでいいのかな、まあ、殺されて、それを今までずっと隠し通してきたっていうことで、まあ、彼女の罪をね暴いたわけで、まあ、それに対して彼女たちは納得しているんですが、じゃあ果たして双葉のその証言そのものが本当だったのかって言われると、なんかちょっとそこがねある種のミスリード、彼女はなんかこう証言したけども、まあ、今までずっといろんな人たちがいろんな証言してるじゃないですかね、嘘を暴けってゲームになってて、毎回毎回みんなの罪が暴かれていくわけで、みんなそれを認めてそれが真実としてずっと来てるんで、まあ、双葉の、ことも真実なのかってつい思ってしまうけども、実は双葉って大嘘をついてるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。で、じゃあ山猫は誰なのかっていうことなんだけども、二通りちょっと考えられる、まずは一番簡単なのは双葉自身が、山猫であると。で、北見はその北見はじゃあ北見の目的というか、北見は今どんな立ち回りをしているのかっていうと、山猫をかばっているんだけども、実はその山猫が双葉であり、でかつて、まあ、自分の秘書という体にしてですね、まあ、実際秘書だったのかもしれないけども、まあ、立場上山猫なんだけど、立場上秘書ということにして、でも彼女が山猫、まあ、することによってこうカムフラージュをしていたのではないかと、つまりこう実はこう自分の部下、元部下みたいな感じだけど、実はそれは大嘘で、北見にとって双葉は自分にとってはもうね山猫という絶対的なね、服従するべき存在である。でもまあ表向きには、まあ秘書ということにしてあるみたいなね、そういうの、そういうそれが真相なのか、もしくはですね、あくまでも、武蔵双葉の証言で、健一がもう亡き者にされて、まあ北見によって殺された
って一応言ってるけども、それだって本当かどうか分かんないよね。告発してやるんだみたいなこと言ってるのも、告発するんだみたいなことをね、健一が言っていたとは言ってるけど、本当にそうなのかどうかはさ、これ分かんないわけですよね。もう一つだから考えられるのは、双葉ではなくて健一がそのものが山猫だったと。健一が山猫で、実は健一は殺されたとかなんとかで、ここで灰皿で頭殴られたみたいなこと言われてるけど、実はそんなことはなくて、実は健一そのものが山猫で、彼らこの双葉と北見が結託して健一の存在を、この世から抹消して、まあ今山猫として暗躍させているみたいなね。まあそうなるとね、双葉とんでもない存在っていうかね、とんでもない人間であるってことですけど、まあ次回の予告編で、まあ、ラストあなたは何も信じられなくなるみたいなことが書いてあったから、まあ、かなりぶっ飛んだね、真相、特に山猫の正体でしょうね。でぶっ飛んだ山猫の正体の真相が、分かるってことでしょうね。だからもうこの中でぶっ飛んでるっていうと、まあ双葉かもう健一だと思うんですよね。まあ正直もうここまで来ると、こんな宇田島だとかここら辺の連中が山猫でも全然面白くもなんともないし、でまあもう本庄もね、まあもう今更本庄ももう裏切りとかそういうこともないみたいだし、やっぱり双葉か、双葉だ、まあみんな多分今現時点で、この第9話を見た時点で多くの人たちはやっぱ双葉怪しいよねって、双葉じゃないのって多分言ってると思うんですけど、さらにひっくり返して、双葉も、まあ、一応協力者ではあるけども本当の山猫は健一だったっていう、この二重のどんでん返しで畳みかけてくるんじゃないかなって。まあもうここまでねぶっ飛んだドラマなんで、まあ結構裏を返して、ひっくり返してくるんじゃないかなと思うんですよ。思い切ったことをしてくるんじゃないかなっていう、まあまあこのドラマはそういうドラマですからね。まあツッコミどころもたくさんありますけども、とにかくそれを上回るテンポとサプライズで何とかこう畳みかけてくるっていうね、そういうドラマだから、僕は最終的な山猫は健一でいきたいなと。ただ健一を演じてた役者さんは誰ですかね、ちょっとよく分かんなかったんだけどね。え今回写真にも出てないしね、ちょっとね。でもね、丸亀陽一とか健一の ね、お兄さんとかもう顔も出てるんだから、やっぱ相関図にちゃんと出してほしいですよね。なんでこんな連中どうでもいいじゃんっていうね。なんでこんな連中が、別にどうでもいい連中は結構出てるのに、なんでこの丸亀陽一とかお兄ちゃんのね、顔写真がこう相関図に出てこないんだってね、思いますけどね。はい、というわけで、次回見てみましょうかね。あらすじ真真相ということでね、次回が最終回です。全員皆殺しだ。暴走を始めたタイガは、空港から人質全員を奪って逃走。サット隊隊員が獣たちを次々と制圧していく中、ゆずきは隙を見て空港を抜け出し、タイガの後を追う。なんかサットっていうのは警備部ですよね。なのに刑事部の、さくらが指示出してたけど、なんかあそこら辺の連携ってどうなってんだろうね。あのこの場、シスはどうなったの？ SIS は。今回結構サットばっかが活躍してますけどね。で、あれ、サットってのは確保するんですかね、犯人を。テロリストを確保するんですかね。僕、もう普通、サットっていうのは殲滅していくんじゃないかなと、僕は勝手に思ってたんですけど、違うのかな。新見大河はどこに逃げた。武蔵は身柄を拘束した獣を問い詰め、これあれですよね、岩月のことですよね。
タイガの行き先と目的を聞き出し絶句する。タイガが空港選挙に、加担した理由、優子を拉致した本当の狙い、そして用意された最悪の結末、すべてを知った武蔵はタイガの危険な計画を食い止めるべく、本庄と共に現場に向かい最後の戦いに挑む。一方のさくらは、人質全員の命を守るため意を決してある人物に救いを求める。教えてください。新見タイガを止める方法、これはヤマトですかね。意を決してある人物っていうのはヤマトですかね。何ですかね。いや、ヤマトじゃないか。誰だろう。タイガが暴こうとしている最後の嘘、真の山猫の正体とは、獣たちの願い、武蔵とタイガの死闘、そして最後に訪れる衝撃の十数秒、運命の最終回ということで、ラストでまたとんでもない裏切りが出てくるんですかね。まさかと思うけど、桜じゃないよね。このドラマ何が起きても不思議じゃないからね。そうね、純粋にサプライズだけで、山猫の正体を探っていくと、まあありえないでしょうけど、まず優子ですよね。優子、桜もありえないだろうけど、まあまあサプライズっちゃサプライズですね。こうやってずっと来て、まあ、さっき言ったように双葉、健一あたりが大きなサプライズでも、最大のサプライズ、山猫の正体の最大のサプライズはもう何と言ってもエミリちゃんですよね。エミリちゃんが山猫だったら、これは僕はもう拍手喝采しますよ。ね、すげーって、そうきたかーってね、エミリちゃんが山猫だったってね。かわいい山猫ですけど。はい、というわけでね。はい、というわけでですね、視聴率のも見ておきましょうかね。こちらドラマ視聴率速報、ドラマンさんからいつもねデータをお借りしているんですけど、ですね、第8話、あら落ちた、結構最低だったんだ。あー、ずっとねいい感じで推移してきてたんですけどね、第6話までは 5% で、第7話でついに5を割っちゃったんですか。ねえ。で、裏番組あったのかな、まあ、ちょっと低すぎだよね。だって第1話が 7.5 で、もう3ポイント落ちてるんですよね。だって月9だって、今回ちょっと評判の悪い月9だって5を割ってないでしょ。いやまあ結構ね、まあ面白いし、テンポもいいんだけど、バカバカしいっちゃバカバカしいのかな。毎回同じような、やっぱ結構毎回毎回ハイテンションで、まあ、よくよく考えてみたら、そんなテンポ変わらないもんね。第1話から第8話まで同じようなテンポでずっとやってるから、まあ視聴者もやっぱり同じだから飽きちゃうっていうのもあるのかな。でもね、こういったドラマって普通は、まあ、初回は、まあ、ご祝儀で多めだけど、中だるみしてしまう、まあ、4話、5話、6話ぐらいで、ガーンって下がっ、まあ、ちょっと下がって、で、7、8、9、10ぐらいでね、謎がどんな明らかになる、まあ、8、9、10ぐらいで、持ち直すって、またこう盛り上がっていくっていうのは普通なんですけど、この、最も盛り上がり、もっとそろそろこうハイライトとなる、盛り上がりのある第8話が過去最低視聴率を叩き出しちゃったっていうのはちょっと痛いですね、これね。みんなあれなのかな、新空港選挙、やっぱりあんまり、いまいちって思ってるのかな。やっぱり離脱した人がちょっと結構増えてしまったので、まあ、個人的にはね、まあ、もし、まあ、ツッコミどころ多すぎてバカバカしいってのあるかもしれないけど、これはあれだね、映画化、まあ、映画化ももしかしたらこう企画で上がってたかもしれないけど、これは映画化の企画も白紙撤回ですかね。さすがに 4%、5% 切っちゃうと、
それもね7、8、2話連続切ってるから、これは映画化はちょっと難しいかな、ですね。大空港選挙がね良かったと思うんだけど、まあクオリティ、シナリオのクオリティ的には大病院選挙とそんな変わってないと思うんですけどね、そんなに変わってはないと思うんですよ、クオリティそのものはね。まああのテンションあのクオリティで第2話も引き継、ね、今回も引き継がれていると思うんですけども、櫻井翔さんの人気がもうなんていうかそこまででもないっていうのもあるのかな。僕はねこの新空港選挙、櫻井翔さんの演技っていうか、この彼の武蔵っていう刑事、僕結構好きなんですけどね、なんかやっぱりこのバカバカしい、このバカバカしくてツッコミ満載なところもなんかこう引き受けてくれるっていうか、あのおっさん体型とね、嘘だろうっていうね棒演技とあの大根演技ぶりとね、あれ多分わざとやってると思うんですけど、あのなんていうかこう締まりのない体型とね、なのにアクションみたいなね、結構いろんな意味で作り手は意図的にあのツッコミどころをね用意してわざとやってる、キャスティングもなんかこうわざとやってる感じもするんですけどね。だから櫻井さんも、まあ、ちょっと自分の演技力を少しわざとオーバーにしたりとか、わざと棒演技にしたりとかね知ってると思うんですよね。ちょっといくらなんでもね今回下手すぎるっていうか、まあほぼ役作りしてないっていう感じがするから、でもこれも多分わざとだと思うんですよね。きちんとこうやって突っ込ませて笑いを取るみたいな、なんだろう、考察もさせるけども突っ込みも入れさせるっていうね、なかなかこうそうすることによって、いわゆるこういう考察動画とかそういうのも盛り上がっていくじゃないですか。ただそれが今回もしかしたら視聴者には受けなかったのかもしれないけども、まあでもねこれあくまでもテレビの視聴率なんで、いわゆる世帯視聴率ってやつだからあんま当てにはならないんですよね。何度も言ってるように、視聴率っていうのはあくまでもコア視聴率が重要ですからね。20代から40代の一番消費活動の旺盛な世代に見てもらうっていうのが一番ですから、この新空港選挙ですね、視聴率は正直あんまりよろしくはないんですけど、コア視聴率はそんな悪くないみたい。要するに若者、意外と若者はいっぱい見てるんですよ。だけど高齢者とかおっさんおばちゃんおじいちゃんおばあちゃんが逆にあんま見ていないってことですね。だからまあ作り手制作者サイドは、まあ、視聴率に関しては別に気にしてないんじゃないかなと思いますね。この、世帯視聴率はそんな気にしてない。まあまあコア視聴率も出ているし、あと、TVer のね登録者数なんかもあるから、まあ、若い人たちに見られているから OK っていうふうに考えていると思うんですよね。ただ映画となるとどうなんだろう。でも、まあ、コア視聴率が高ければ、まあ、このまま映画化ゴーサイン出るのかもしれないね。でもさすがに 5% 切ったようなドラマの映画化ってやりますかね。いくらそれはコア視聴率がいいとかね、 TVer の登録者数が 悪くないとしても、やっぱり映画ってそのコア視聴率とはね、若者たちだけじゃなくて老若男女に見てもらわないとやっぱ公衆には結びつかないから、やっぱりドラマとは違うんでね。だからやっぱり 5% 切っちゃったような作品のドラマの、実写映画化ってやるのかなっていうね、そこはちょっと疑問なんですけど、はい。というわけで、次回ですね、いよいよまた第10話ということで最終回ということで、全ての謎が明らかにされます。で一応ですね、僕のファイナルアンサー、最終的に山猫の正体は僕はやっぱり健一でいきたいなと思います。多分流れとしては双葉がお姉ちゃんが山猫の正体でしたで、ラスト多分そこで物語は
一応目処がしこのまあ目処がまあこういう警察は双葉が、双葉が山猫でしたっていうことでそれを最終結論とすると思うんですけど、ラスト十数秒で実はお兄ちゃんが生きていたっていうね、お兄ちゃんが生きていて、彼が山猫じゃないかみたいな、それを匂わせるような映像が出て、終わるっていうね、うん、そういう流れになるのではないかなと、予想しております。当たるかな。以上ミステリー作家の七尾よしでした。